リバロシ製 B&O ドックサイド機関車リバロシとはかつてイタリアにあった独立した鉄道模型メーカーであり現在はホーン B 参加の鉄道模型ブランドであるイタリア北部コモにおいて1945年に創業し以後60年にわたってアメリカやヨーロッパの鉄道模型市場において新中製品に比べて手頃な値段で高品質の プラスチック製品を供給した。主に直流2000式の方ゲージ鉄道模型を製造していたが、一時期へのゲージや、大ゲージも製造していた。1990年代に経営体制が変わった後、ヨーロッパのいくつかの同業メーカーを買収したが、2000年に組織改編があり、リマグループの一部門となった。リマグループは後に倒産し、イギリスの鉄道模型メーカーであるホーンビーに、 買収され、リバロッシは、同社のアメリカ及び、ヨーロッパ大陸向け法刑事鉄道模型ブランドとなっている。リバーオジーは、アントニオリバとアレッサンドロロッシの名字を足したもの。日本語では、リバロッシ、リバロジなどと呼称される。1945年、イタリア北部、コモにおいて、アレッサンドロロッシによって創業された。それまで電気部品メーカーをしていたアントニオリバの、 工場を1946年に引き継いで使用した。当初はコモのアルビスの倉庫で始めたが、1947年にコモのサゲニーノに移転し2000年まで、そこを拠点とした。1946年、最初の製品として、リバーロッシの地元、コモを拠点とする北ミラノ鉄道の E2002、軽電車をオーゲージにて製品化し、ミラノ模型賞で発表した。 1947年には、アメリカ向け製品の製造が開始された。1954年、イタリア国鉄のグレーン835形状機、機関車を縮尺1、80で発売した。よくできていたので会社の発展に寄与した。1957年、アメリカのライオネル向けにホースケールの貨車を供給した。ライオネルは、当時世界の玩具産業において、 最大手で重要な企業であった。ライオネルでは、フォースケール製品の品揃えがなかったため、市場に素早く供給するために、リバロッシに生産を委託した。1960年代初頭に、ドイツのトリックスと提携し、トリックスエクスプレス向けのプラスチック製品を生産した。1963年、リバロッシは、ポケールの創業者の一人であるコラッド・ムラトーレから、 ポケールの株式を購入し、1956年から1966年にかけてポケールの鉄道模型の生産はトリノからコモへ移転した。1968年からアメリカのアトラスと共同でアメリカ向け N ゲージに参入し、1992年まで供給した。アメリカに続いてヨーロッパの車両も手掛けたが、1996年に アーノルトを買収した後は、アーノルトブランドで展開された。1969年から1988年までの間、同社では直流に1000式のオーゲージ鉄道模型を発売した。1970年頃には、約300人を雇用し、約600人の協力者がいた。当時、生産拠点を香港に移転しようとしたが、品質管理の結果と雇用維持の観点からイタリアに、 生産拠点を残した。1974年と1981年に経営危機が発生し、1984年にはアレッサンドロロッシはリバーロッシから退き、ジョルジョ・ダラ・コスタが引き継いだ。1991年に新しい経営者としてアレッサンドロ,ロッシの息子が就任し、競合する模型メーカーの買収が開始された。1992年には、 イタリアのリマを買収し、1995年には、フランスのジョエフを、1997年には、ドイツのアーノルトを買収した。2000年に組織改編があり、リマが中心となり、リバーロッシは一部門となった。コム工場は、ジョエフのシャンパニオール工場やアーノルトのミュールハウゼン工場と同様に閉鎖され、リマのイーゾラビジェンティーナ工場に集約された。 数年後に経営危機に陥った際、ベネツィアから有志の話が持ちかけられ、リバロッシシとリマの従業員はこれを指示したが2004年9月にグループは活動を停止した。2004年12月16日、イギリスのホーンビーによって、リバロッシュやリマ、ジューフ、アーノルとポケールを含むリマグループが800万ユーロで買収された。リバロッシのブランドは存続されることになったが、 生産は中国に移転した。2008年、1947年以来コモにあった、旧本社建工場が再開発のために解体された。精密模型メーカーのポケルを1960年代に参加に収め、その技術を鉄道模型分野に応用した。当時、鉄道模型の巨大市場であったアメリカでは、ライオネルなどのティンプレートの玩具的なものや、 高級ブラスモデルが主体で、プラスチック製はどちらかといえば精密感に乏しいものが主体であったが、リバロシ氏の参入により、精密樹脂製模型が普及するようになり、鉄道模型市場に旋風を巻き起こした。その一方で、原型は日本製、ブラスモデルをプラスチックで置き換えた、という批判も聞かれた。ここでは主に方ゲージ製品について記す。 プラスチック製ならではの細密表現と量産性により高い支持を得たが、より安価な中国製品の台頭により、徐々にシェアを落とした。そして経営不振により、H8 アレゲニーの発売を最後に、イギリスのホーンビー参加に入った。イタリアを中心としたヨーロッパの標準機鉄道及びアメリカ向けとして、アメリカの標準機鉄道の車両を製造した。 ヨーロッパ大陸向け製品では長らく縮尺1、80でも経過してきたが、1980年代に経営体制が変わった頃から縮尺1、87に移行し、細密表現の製品を送り出すようになった。イギリス向けは1984年に縮尺1、82で LMS 鉄道のロイヤルスコット型蒸気機関車と LMS 鉄道の 客車を製品化したのみであった。ビッグボーイの生産は1967年から開始された。0から4から0ドックサイド機関車は1948年から1977年まで生産された。ドイツのマレー式 BR98 蒸気機関車や BR96 蒸気機関車も生産された。ホーンビーにおいてはアメリカ及び イタリアなどのヨーロッパ向け方ゲージ鉄道模型のブランドとなっており、かつて他社で製造されていた製品で、現在、リバロッシブランドで発売されているものもある。同省なし、組み立て式線路が展開されていた。ホーン B においては、ホーン B の O ゲージ製品が展開されているため、旧来のリバロッシの線路は生産されていない。ホーン B インターナショナルのカタログが毎年発行されている。 ジョルジョ・ジュリアーニ、リバー・オジ、デューパローレ・コン・イル・フォン・ダとは、イン・トゥット・トレイの、20、N208,P48 から55ハットコサインテインデ,ンデバ、リバー・オジー・コンフォー、http コロンスラッシュスラッシュ、www.ryva r o s s i m e m o r y i t スラッシュ tcnic e a スラッシュ rivaross eh0 htm8 レデレーリッパーおじカタローコジェネラレディベンディタ1946カサーノアルビスリッパーおじ 1946http コロンスラッシュスラッシュ www.r i v e r o s s i d m e m o r i d o t i t スラッシュ c a t a l o g h i p e r i p コ -d カタローコ1946カタローコ1946 htm-hat リッパーオッジ e-lionelelelectric trains http://www.rivarossi-meemory.it スラッシュライオネルスラッシュリーバーライオネル htm8 ジュゼッペズクリーロリバーオジー トリックス h t t p コロンススララッッシシュュ w w w r i v a r o s s i m e m o r y i t スラッシュトリックススラッシュ rivarossi-trixhtm8 カタローゴジェネラーレディベンディタ1966から67コモリバーオジー1966 p 32 六十六、e 七、十五、八、十六、十十二、二、十零三、二、三、七、インコント、ロコ、ルフォンダと、アレサンドロロシ、http、コロン、スラッシュ、スラッシュ、www.ri, v a r o s s i m e m o r m a htm ハットジョルジョジュリアーニルイージロータスパーティスタンピスタパーリバーオジー http コロンスラッシュスラッシュ www.riva rosssi ダッシュ m e m o r y ドットイットスラッシュロータスタンプロータスタンプ htm ハットジョルジョジュリアーニリバーオジーデューパローレコンイルフォンダとは、イントゥットトレイの、onda, a, no, 20 n 208 p48 から 55http コロンスラッシュスラッシュ www.ferramatori.it スラッシュフーラムスラッシュ vi e w topic.php, f and, t and, c イコール 53&t イコール5 2 0ドイコール aea Qc7cd 563ビット20ビット b59 DC1 馬四 f 6 9 5 3リバーオジーインコントロコルヌオーボープレシデンテインアイトレニーオッチ六 N 四 N46 P48 から51ビットリオサービングニーケルチェボールインペントラインアイトレニー23 N240 P45 から47ハットテレモトインカーサリマインアイトレニー24 N245 P44 から45ハットベネデットサバティーにリマ、アットフィナーレ、ウナレイルトアルビビオ、イントゥットトレイノ、16、エノ178、P37 から39。ありがとうございます。